チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、質問コーナー撮ってたら、1時過ぎちゃいました。ということで、あっちゃんのお昼ご飯、この前ね、視聴者さんが持ってきてくれた、あっちゃんに差し入れしてくれた、UFO、わさまよ地獄の UFO ビッグ、いただきたいと思います。はい。これ前ね、食べてんけどね、地獄っていうほどじゃなかったんで、また地獄を増しましょう。史上最高大量の地獄 25.9g のわさまよだけどね、もうちょっとわさびを増しましょう。はい、ということでわさびオン、生わさびオンいきましょうということでね、こっち行こうかな、こっち行こうかな、こっち行こうかな、どっちでもいいや、SB にしよう今回は。はい、食べたいと思います。今日はね寒い。今日はね、寒いです。ちょっとね、さっきから、よいしょ、カメラをね、一応セットしてなかったけど、よいしょ、ずっと正座して喋ってたからさ、足が痛い。よいしょ、これでいいかな。はい。寒いのよ、13度なのよ、部屋が。子供がいてないし、もうストーブもったいないのも消したのね。13、まあ、13度やったら入られんことないしね。なんか羽織るかな。よいしょ。よいしょ。忘れた。でも羽織りましょうか。寒いね。寒いね、言うたらね、さ、テレビオンつけましょう。面白いテレビがやってないわ。お相撲のやつばっかりやね、今ね。トマト味噌、煮込み料理、ベーコンとソーセージ炒めてなんかやってるの、ビストロ風煮込みやって。レシピを見るとなんかすごい簡単だけどねベーコンとソーセージをニンニクで炒めて、でそこにねトマトソースをレンチンしたやつにみりん入れて 2,3 分煮詰めるので、ミックスビーンズ入れてそれだけ、寒さに使えるのに使ってれば大丈夫やって、やってるけどね、今やってるけどね、加熱済みの豆を買ってきてください。すごいだるいね。正座しとったくらいだけど、正座は足にあんま良くないらしいんだけどね、体には正座って良くないけどね。意外とだからね、日本の昔から言われてる行儀とかなんやかん言われてるの、体に良くないこと多いねんね、意外とね。ジュース買うのよ。あっちゃん、これまたこんな紐作ったあれやな、野菜ジュースは体に悪いとかさ、手抜き料理やとか言ってたかれんねやろね、テレビでやってるレシピの女王が作った料理やけど実はね言ってないんだけど、この前ねまんまテレビでやっとったすごいって言われとった料理をコピーしてやったことがある。コピーでテレビのまんまやったやつ思いっきり叩かれた料理なんで取れた言わへんで言うたらもうその人バレてまうから面白いわアンチの人だと思って、結局だから誰がどんなことやってもあっちゃんがやったら叩きたいんよね、しか思わへんの時だ、楽しい。そうやってねちょっと人を小バカにするのも好きなあっちゃん人のことをバカにするやつを小バカにするのが大好きです。これはこれちょっとダメだ。ということでちょっとお湯をちーっと入れましょう。タイマー2分。コーヒーいっぱいも残ってないな。よいしょ。寒いね。野菜ジュースと味噌を混ぜ5分加熱。ベーコンとソーセージ豆と一緒に2分間煮込むだけ。野菜足らんとか言われてたしね、でベーコンとソーセージだけでメインにならんとかさもうなんか叩かれる内容を分かってきたというもう最近コメント持って「あやっぱり来たか」って思うもん。トマトジュースじゃないからいろんな野菜の複雑な味が絡まってこの野菜と煮込んだろうっていう9分っていう時間だから、やっぱベーコンとソーセージの旨味が抜けすぎてなくて、そうなんですね。アメリカのでは川崎さんの料理いただきましょう。ちゃんとできたかな。はい、面白い。面白いんだかな。代表質問だ。響きは FT か、もうその季節やな。じゃあもうね痛いなかかとがね、あと18秒、17。4、3、2、1、ピピピピ、はい、捨てていきます。よいしょよいしょ言うてもだよ。よいしょ。「美への願望にどこまでも高い志で応える」プラチナローションドクターデリアストライアルキットでお試しください。暖かい色や柄を取り入れてニトリで冬の模様替え。よしょでは作っていきましょう。UFO ソース。UFO の匂い、ソースね、UFO ソースの匂いやね。いただきます。おいしい。UFO の味。ということでね。どっか行った。おいでや。どこにつけたのかな。あれ？あふれ忘れたかなけど。かも。まあいいや。ん？よっ。朝つけてた気がするな。まあいいや。はい。ということで、わさマヨ。切り口切れへんで。よいしょ。この前頭と重量の差がどれだけ変わってくるかといいますと、この前頭、平幕ですね、取り組みにおいては当然、幕内の力士が基本的になります、重量との取り組みもたまにあるんですけれども、こういう形ですね、で最高の成績を残すと、幕内最高優勝なんですが、重量はまた別のカテゴリーになってしまいますので、基本的には重量力士の対戦で、最高の成績を残しても、重量優勝としかならないということなんですね、そのあたりでも優勝賞金も変わってくると。めっちゃある。平幕前頭ですと月給が約130万円なんですけども、重量は月給が約103万円とその差が30万円近くあるわけですね。平幕100万円以上まあそうですね、高級価値はあるとは思いますけども、ただその以前はね、お給料ありませんから、重量から給料が発生する。こんな感じ。じゃあいただきます。このねマヨをね混ぜへん、この一口目がすごい辛いのねこれ。ですからですね、大地さんも話してましたけども、相撲界の角界には番付が1枚違えば、おお、わさびの香りいきます。いただきます。1段違えば虫けら同然という言葉があるのと、番付によってタイムが変わるんだ。ああ、まあ昔の話では混ぜてないこのマヨのところは美味しい。はい、鼻にくる、鼻に抜ける。あこれこれこれね、前食べた時に混ぜたらわさびの辛さが分からない。混ぜやんとマヨをのせたまんま食べたらくるいい、おいしい、まあその後でまたすぐ復帰できるかどうかは分かりませんし、ともすると相手に合わせてしまって状態悪くなって、まあ、こちらが落ちる可能性があって、当然出てもらうので、今の位置を維持したいと思いますね。で、その高めの時の球場の判断、ああ、いいわ、おいしいわ。マヨのこの白いところね、こういうところ食べるんだよ。意思は出ることに関し止めたことはないという。だったら高野岩関に出場を求めるんですかって質問されますと、本人の意思が済んでいる。辛いけど美味しい。それでわさびを。まそう。それはですね。通常は力士本人が球場を走る場合が圧倒的に多いんだけれども。一方で親方が力士の球場を決める場合、20センチぐらいいたかな、25センチぐらいいたかな。これを混ぜない、あんまり混ぜない、ちょっとこうあれ、ああ混ぜずにほとんどおお強烈いきます。わさび食べたぐらい辛い。あーやばい。はい、美味しいです。面白い。ここの筋ピッキーンってくるぐらい辛い。わさびましいな。混ぜ切らんへんとこがいいよね。混ぜ切らずにマヨわさのところとわさびと一緒に多いかな、一口に入らへんかな。いしょ。しかし前球と全敗ってまたこれまたイメージがあって、はい、この前球全敗、要するに出て負けて全敗っていうのと出ずにして負けじゃない前球はね。そうすると翌場所のその番付やっぱわさび効くわマシわさび効くわ鼻出るわなんかもう。辛いね、わさびマヨを混ぜ、これ前回混ぜたんよね。混ぜたら効かへんねん。混ぜずにのせたまんまちょっとずつこう絡めながら食べていく。そこにもうチューブわさび出して、チューブわさびも一緒に絡めながら食べていくと喉を刺激して、もうしびれるぐらい辛くって涙が出て鼻も出そうになって美味しいよこれマジで美味しいよ。あっちゃん好きやねこれね。また泣くか分からんよ。足りぬ喉からここの後ろがスカーンって抜けんねん。あーおいしいからおいしい。もうテレビのお相撲入っていけへんわ。ああ頭が痛いああ辛かった。わさびだけダマになってる。ここ多分死ぬな。はい、地獄に行けるよわさまよ時刻、わさまし。子供の頃の予防接種が原因で、検査会員になった方は、国から給付金を受け取れる場合があります。最大3600万円。エリートと法律事務所、検査会員の相談件数47000件以上の豊富な実績。ご相談は無料。あなたも対象となるか、弁護士にご相談ください。B 型肝炎にベネフィットが解決策。疲れた。この辺が痛い。血管切れんのじゃうかってぐらいズーンくるわ。これがわさびの美味しさやねんけどね。ダマになったとこが痛い。痛いことはないな。美味しいけどね。ああ辛うま。頭痛いわ。美味しいけどね。うん、まあこれぐらい辛いのがいいな。静かになってしまったな。疲れた。体力を使い果たしてしまったかも。この辺貝になってくるが痛い。ああ、震えるよ。美味しいけどね。うん、この辺が痛かい、辛い。さあ、もうちょっと食べよう。頑張ろう。なんか今魂が抜けた気がしたわ。口からボワーっとなんか魂抜けていった気がした。ちょっと待ってみたいな。ただね、これ大盛りやねん。 130g の大盛りやから多い。はい、ということで視聴者さんが持ってきてくれたわさまゆ地獄にわさまさまし、美味しくいただきました。ありがとうございました。うん、わさびは大好きなんで、ね、めっちゃ美味しかったよ。うん、美味しかったけどめっちゃ辛かった。うん、この辛さがいいよね。うん。ということでね、もうちょっと余ってんけどね、また後で食べます。いただきます。ちょっと今はお腹いっぱいちゃったんで、はい。これパンに入れてわさましから焼きそばパンとかもいいかも。でもここでパン食べたらもうお腹いっぱいなんですね。ということで今日もお腹いっぱいなんでありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです、はい、ではまたね。バイバイ。時々こういうねなんとかまし焼きそばも食べてみたいと思います。ではまたね。バイバイ。ありがとうね。